次に丸山和也君の質疑を行います。丸山君、委員長。自由民主党の丸山和也でございます。今日は本来総理にする質問ということで、準備をするつもりで、したわけでありますけれども、総理がおられないということでですね、今日の私の質問に、答えてくださる方は総理のつもりでですね、答えていただきたいと。そうじゃないとですね、これはですけれども、質問のしがいがありませんので、現場外務大臣、自民大臣、よろしくお願いします。まずですね、最近非常に日本の国益ということがですね、問われている事案が多いと思うんですね。例えば一昨年の尖閣事件だとか、それから外国人、あるいは外国によるですね、土地取得ですかですね、そういうこと、それからやはりロシアのですね、北方領土を巡る動きとか考えますとですね、やっぱり国益を守るという点からですね、もう一度やっぱり土地問題についてですね、質問したいと思います。それ現場大臣、報道によりますとですね、中国が総領事館拡充のために新潟市、中央区のですね、県庁近くに約1万5000平方メートルの民有地を取得したと、こういうことが報道されているんですが、これは事実でしょうか。外務大臣、現場幸一郎君。はい、今丸山委員がおっしゃいましたように、在新潟中国総領事館は昨年12月に新潟市内の民有地を購入したというふうに承知をしております。丸山君。はい、委員長。それで承知をされたんですけれども、どういうふうに考えというか思われているんでしょうか。現場外務大臣。今ですね、領事関係に関するウィーン条約というのがご存知のように、ございますけれども、その中のですね、第55条、これに、領事機関の交換は領事任務の遂行と相入れない方法で使用してはならないというふうに規定がございますので、まず一般論として申し上げれば、外国交換の規模について、特に、おそらく規模の問題などでですね、議論が起きているというふうに、聞いておりますので、あえて申し上げますけれども、一般論としてこの規模は派遣国が決定するものですが、他方ですね、ただいま申し上げましたように、ウィーン条約でそのような定めがございますので、この観点から我が方より中国側に土地の使用目的、そして広大な土地が必要な理由について説明を求めているというのが現状でございます。丸山和也君。それについて回答はございましたですか。現場外務大臣。今ですね、ちょっとこの場にどんなやり取りの詳細かというのは持っておりませんけれども、やり取りをしているというふうに聞いております。はい、丸山君。使用目的のほかにですね、それからこの広さの問題、これもあると思うんですね。それからなぜこれを取り上げるかというと、例えば中国はですね、名古屋市においてもですね、国家公務員宿舎跡地もですね、総領事館用地として取得を目指しているという報道もされています。これもだから、その他にですね、民間でもですね、いや、日本の森林、その他ですね、北海道、その他、いろいろなところをですね、どういう目的かわかりませんけれども、民間人を通して買っているということもございます。こういうことでですね、お聞きしているんですが、現場外務大臣。はい、先ほどのですね、やり取りについて、申し上げれるところを申し上げたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、土地の使用目的とか、広大な土地が必要な理由について説明を求めて、これに対して中国側からは、総領事館事務所に加えて、総領事の公邸、および会員宿舎、市民との交流ができる触れ合いの場、
駐車場を併設する旨の説明があったところであります。現在、当方よりですね、免税プロセスの中でのですね、より詳細な説明を今求めているという状況にございます。で、今またお尋ねの名古屋でありますけれども、名古屋につきましては、これは中国の総領事館がですね、国有地の取得の希望を有しているということを聞いております。で、同取得の要望につきましては、名古屋市、そして、地元住民の了解を中国側が得ることが必要であるということで、その後手続きは進んでいないというふうに承知をしています。丸山和也君。やはりですね、おそらく中国は、まあ、いつとは言いませんけれども、近いうちにですね、GDP においてもですね、世界一になるんじゃないかと言われております。ね。それで、やっぱり中国の広大なプレゼンスっていうのはですね、やっぱり世界の安全保障の上でも非常に大きなテーマになってくると思うんですね。だから、中国のやることって非常にこう戦略的でありですね、長期的に考えてやっていると思うんですよね。日本の統治者国でですね、単にこう、駐車場を広げるからだとかね、もうちょこちょこした、まあ、ここの理由はそうかもしれませんよ。だけど、日本の国内において、どれだけの、まあ、物的なですね、物理的なプレゼンスを示すかということもですね、やはり戦略の中に当然入ってると思うんですね。そういう観点から、外務大臣としてですね、どういう危惧というか、そういうのもあるのかないのか、そこら辺について、総理大臣の立場でですね、一つ、お答えいただきたいと思います。はい、外務大臣、現場光一郎君。外務大臣という立場でですね、お答えを申し上げたいと思いますけれども、中国とですね、どう向き合うか、特に長期的視点からですね、どう向き合うかっていうのは、日本国にとって極めて重要な大テーマであるというふうに思います。おっしゃる通りですね、中国の経済がどんどん伸びている。ただそれがですね、果たして順調に今後も伸びていくのかということについては、まだまだですね、わからないところがある。基本的には我々は中国の発展というのはチャンスであるというふうに捉えて、どなたかが呪文というふうに話をされましたけれども、お互いのウィンウィンの互恵的な関係を築いていく。一方で安全保障についてはですね、ご案内のとおり、2桁の国防費の伸び、しかも内訳はよくわからない。もっと言えばですね、試算ではその倍の国防費ではないかという試算が一部あるというのが現状でございますから、そういった動きに対してしっかり注視をしながら、向き合っていく必要があると。ただこれは隣国です。で、こういったそのいわゆる領事館をどうするかというのも、その根底はですね、二国間関係を良くしていくというものが根底に流れて、まさにああいった接受国の義務などを定めたですね、ウィン条約などがあるわけでありますので、ここはですね、今回の土地の購入の問題と、いわば長期的な中国との向き合い方と、どこまで直接的な関わり合いを持ってですね、我々が考えていくべきかということはありますが、ただこの外国人による土地取得の問題、あるいはこのそういった問題を含めてですね、後半に今後検討していくテーマになるのではないかというふうには考えています。丸山君。いろいろお答えいただいてありがたいんですがね、やはりですね、今おっしゃる外務大臣がおっしゃった長期的にウィンウィンの関係でやっていくんだと、これは言葉としてはね、まさにそうだと思うんですよ。しかしね、その並大抵のことでね、これは実現できないですよ。例えば
一昨年の尖閣諸島の事件のね、あれ見たって、あれ運営の関係で処理できましたか。まさに屈辱的なですね、処置に終わってしまったじゃないですか。ね。だから一時が万事ですね、やはりですね、この土地の問題にしてもですね、ピシッピシッとですね、やっぱり不備な点は国内法の整備をするとかですね、かって民主党でも菅内閣の時にですね、外国人による土地取得ね、大正15年に、現行法がまだあるんですよ、その外国人土地法というのはですね、これがそのまま存在してるんですけども、まあ有名無実ですよ。しかしこれじゃ物足りないという現代に沿わないんでね、新しくいろんなですね、法整備を総合的にやろうということで提案されたの。でもこれは結局実現しないまま終わってしまったんですけどね、国会の事情もありまして。だから、これはですね、やっぱりですね、我が党の方でも、これを研究してですね、提案しましたが、これも成立できませんでしたけども、やはり勝負の急なんですよ。ですから、外務大臣ね、やはり突っ込んで聞きますけど、今の内閣でですよ、やはりこういう土地に関する、外国人による土地の取得に関するですね、法整備をやろうというようなですね、そういう意向はあるんですか、ないんですか。現場外務大臣。確かこれはですね、おっしゃるように外国人土地法というのは大正時代にできていて、おそらくそれは政令でですね、定められることになっているものというふうに記憶をしていますけれども、これに対してですね、まさに今も野田内閣の中で、内々と言いますかですね、問題意識を持ってどうあるべきなのかということについて、検討がなされているというのが現状だというふうに考えております。丸山君。ぜひですね、これはですね、国益を守るということについてはですね、いろんな観点から考え方はあると思いますけれども、ちょっとですね、日本の土地取得に関してはですね、野放しになっていると。これはですね、中国だけじゃありませんよ。韓国による対馬のですね、土地取得が非常に問題になったこともあります。やはりですね、全般的にですね、自然環境の保護もありますし、国防上の問題もあります。総合主義の観点からもですね、見直す必要もあります。ぜひですね、内閣で真剣に取り組んでいただきたいと思ってるんですよ。どうですか。外務大臣、現場浩一郎君。今おっしゃったようにですね、例えば高官の土地の取得の話、そしてまた広い概念で言えばおっしゃった通り外国人の土地の取得の問題、これ合わせて広く検討したらいいと思うし、検討すべきだと私も思います。で、例えば国によっては確かに相互主義を取っているという国もございます。あるいは事前の承認を必要とするという国もございます。で、我が国としてどうあるべきなのかと、しかし合わせてですね、そのウィーン条約の精神に照らしつつですね、どうなのかということも含めて総合的に、検討していかなきゃいけないと、そういうふうに思っています。丸山和也君。アメリカではですね、大使館であれ領事館用地であれですね、売り渡すということをしないんですね。できないことになってるんじゃないかと思うんですけれども、あるいは政策かもわかりませんけれども。日本はですね、ちょっと言い過ぎかもわからないけど、すぐアメリカに右に倣え、あるいは追随ということがですね、外交のあれとしてよく言われてるんですけどね。やっぱりいいところは追随というか見習ってですね、堂々と進めればいいと思うんですけど、どうしてそういうヘジテイトというか、躊躇してるんですか、姿勢において。現場外務大臣。おっしゃった通りですね、いわゆる領事館、高官の土地の取得について、米国は、つまりそういう国内法を持っているということなんですね。ですから、そういう国内法で、規制するかどうかということです。で、現実、おそらく私も全部の国を調べたわけではありませんけれども、総合主義を取っているという国は、おそらく現状は、まだ非常に少ないのではないかと、それが現状ではないかというふうに思います。他方おっしゃった通り、例えば中国の場合は
いわゆる土地の売買というのは基本的にできませんので、いわゆる使用権を認めるという形でありますから、そういったことについても含めてですね、どう考えていくのかということについては、確かに今後の大切なですね、検討課題であるというふうに私も考えております。丸山君。当然言われなくても大切な検討課題であることは分かってるんでね、現場大臣も、次期総理になれるかどうかは別にしましてですね、クリントン国務長官ともですね、大変親しくですね、写真で見ると堂々と会見しているように見えるんですよ。ですからいろんなですね、やっぱりですね、意見交換もされてですね、意見も聞かれたらいいと思いますよ。やっぱり一国の外務大臣、しかも隣国の中国と対峙する国のですね、外務大臣としてですね、どうあるべきかと。このですね、外務大臣の、例えば姿勢なり気概ということはですね、特に必要なんですよ。で、気概、やっぱり今日本国家っていうのは気概なき国家になりつつある。ね。それは戦後数十年、いろんな、経済万能主義のようなところもありましたでしょうけど、やっぱり、良きですね、日本人の気概を持たないと、強大な人口、国土、軍事力を持った国とですね、ウィンウィンの関係は築けませんよ。だからちっちゃなことでもですね、やっぱり毅然とした態度でもって処理していかないと。それが壊滅的状況に処理されたのが一昨年の尖閣諸島事件ですよ。これは官房長官も来られましたので、まだお聞きしますけどですね。だからね、ぜひ外務大臣ですね、もう非常にお若いんですから、これからいろんなポジションが狙える立場ですから、ぜひですね、日本国に現場ありというぐらいのですね、気概を持ってやらないとですね、やっぱりね、可愛い坊やが外務大臣やってるぐらいに思われてたらですね、ダメなんですよ。日本の、いや、国として、本当そうなんですよ。我々はそういう気持ちで皆様方をそれなりにお支えしとるんですよ。決して、追求することだけじゃないんですよ。本当。そこをですね、ぜひね、軽く持たないでね、もう一度、気概を示してください。外務大臣、現場幸一郎君。今まで外国人の土地の取得に対する日本国の考え方っていうのは、基本的にどうやって投資を受け入れるか、もうこういう観点、一方通行だったんだと思うんですよ。で、それが今、まさに本当に党派を超えて、こういった問題に対してどう考えていくのかっていうことが問われてると。いうふうに思ってます。それは国益というのは領土、領海、領空、当然、国民の安全、確保するというのがまさに最初に来る話でございますので、そういったことに対して、気概を持って、対処したいというふうに考えております。はい、丸山君。不動揺ですがね、非常に大変でね、中国だって政治体制が変われば、変わることを前提してですけどね、日中安保条約だって必要性が出てくると思うんですよ、いずれね。だからその時にきちっとしたですね、日米もそうですけど、日中安保条約を締結する段階になったってですね、やはりそれまでの日本国家というのは毅然としたあれがないとですね、対等の条約を結べませんよ。そういうことも含めてですね、現場大臣よく勉強してですね、やっていただきたいと、思います。次にですね、官房長官来られましたんでお聞きしたいと思うんですけど、一昨年に秋にちょうど9月でしたね、尖閣諸島で中国漁船が追突してきまして、船長が捕獲され、それで、法に従って粛々とやると言ったところが、24日に突然、那覇地検を通じてですね、釈放されたと。まさにですね、近世の歴史に、日本の歴史における屈辱的外交のだったと私は思ってるんですが、これについてどのように感想を持たれてますか。はい、内閣官房長官、井村治君。丸山委員 のご質問があるということで、私、当時は当事者ではありませんが、振り返って少しレクチャーも受けました。で、今、先般も法務委員会でもご質問いただいたとは聞いておりますが、政府としてその当時どういう判断であったかということですが、中国人船長の釈放については検察当局が国内法と証拠に基づき判断したものであり、ご指摘のような何か政治的な意図があったということではないと、そのようにそういう判断であったということを私もレクチャーを受けて納得したところであります。委員長、まさにそこなんですよ。いい答えしていただいたんですけどね。
まさにそこなんですよ。政治がですね、要するに法定、形式的な法手続きを取った、あるいはね、多数決で決まったということで、すべて流されていくならば、本当のですね、国民の義憤なり、疑問なり、あるいは、怒りなんていうのはですね、要するにね、もう取り上げられない形になってしまうんですよ。するとね、そこに何が起こるかということ、政治不信、政治形骸、形骸化だけでなくですね、やっぱりね、私は、あえて言いますけどですね、政治テロを誘発すると思いますよ。どうですか。三村官房長官。テロというのは、ちょっと物騒なことだと思います。これは人を殺害するとか、そういうことに至るということです。おっしゃる通り、政治に対する信頼というのは本当に大切なことであります。その信頼をしっかりと確立すべく、頑張っていきたいと思います。丸山君。当時ね、マスコミも含めですね、9割方はですね、政府の介入だと。ね、外交関係を配慮してと検事は言ってますが、政府が官邸が、つまり菅総理と当時の戦国官房長官がですね、これは事実上指示をしてですね、釈放されたと。これはマスコミも全部言ってるし、国民だって世論調査すればよかったね。9割の人はそう思ったと思います。今でも世論調査すれば8割方はそう思ってますよ。こういうことについて、堂々たる疑念も晴らさないでね、一検事がやったんですということにで進ましていくということが形骸化なんですよ。それについて官房長官、当時の官房長官じゃありませんけど、恥ずかしいと思いませんか。内閣官房長官。現官房長官でございますね、政府の立場ということで、私も見直してみたところ、冒頭申しましたように、これはやっぱり検察当局が国内法と証拠に基づいて判断したと。そういうことでは、政治判断ではないということは、しっかりとお勉強させていただいたところです。うまく、バカな答弁をしてですね、国会の時間を空腹したくないんですけどね、昨年の9月26日の産経新聞の一面でも、前内閣官房参与の松本健一さんがね、菅戦国氏が政治判断したということをはっきり断言してるのね。戦国氏の友人ですよ、これは。大学時代からのね。もう明らかなんですよ。こういうことをね、ごまかしてやる政治ということに対してですね、国民は怒りを持ってるのに。どうですか、官房長官。恥ずかしいと思いませんか。内閣官房長官藤村修君。その時の判断ということで、これは漁船が巡視船水木に故意に衝突されたことは証拠上明らかだと。から水木の損傷は直ちに執行に支障が生じる程度のものではない。から水木乗組員が負傷するなどの被害の発生はない。で、計画正当は認められない。で、被疑者には、我が国における前科等なし。で、我が国国民への影響や今後の日中関係などを考慮したと。こういうことを検察で判断されたということだと思うんで、政治判断が加わったとは思っておりません。はい、丸山和也君。そういう説明をすることについて、両親の呵責とかですね、恥ずかしいと思いませんかっていうことです。藤村官房長官。官房長官の立場で、これが正しいと思っております。丸山君。中身のある答弁が全くなされてないんですけれども、あなたはこのことについて、前官房長官の戦国氏と話をしたことありますか。藤村官房長官。このことについて具体的に話したことはございません。それによって、資料によって、遡ったところでございました。丸山君。僕は当時戦国氏に電話で話したんだけど、法的処理をするって言ったら、APEC が吹っ飛んじゃうよと。だからできないんだと。いうことをおっしゃったの。そのことはご存知ですか。はい、藤村官房長官。電話があって、やり取りがあったということは、事実関係としては承知をしておりますが、その中身と私も全くわからないところではございます。調べてくださいよ、これから。彼は官房長って言って、官房長だったら官房長官やらないはずなんですよ。あなたは官房長じゃないんですか。
村修君。まあ、個人間の電話の話でございますんで、それ、その後 のやり取りもあったとは、事実関係で承知しておりますが、まあ、それ以上のことは申し上げません。丸山和也君。委員長、明治22年にね、大隈外務大臣ですよ。ね。黒田内閣の時に、やっぱり条約改正、明治からのね、幕末からの不平等条約をずっと改正しようとしてたの。それでも改正、進めようとした内容がね、やや屈辱的だということで、外務省出たところですよ。正門のところで、来島常喜っていうのが爆弾を投げつけた。外相の足が吹っ飛んじゃったんですけどね。それで、来島常喜はその場で、経済負けを切って自害した。その後にですね、谷中で通夜っていうか、墓碑が建ったんですよね。その墓碑は、遠山光が建てた。で、字は勝海舟が書いた。そこに、外務大臣であったね、被害者となった大隈重信が、ね、わざわざ、彼の行為は愛国心から出た行為であると、私はこれを称賛するっていうのを出せてるんですよ。これがね、真実なんですよ。あなたはね、そういう、こういう政治がですね、政治が形骸化してですね、意味のない答弁だけやってるとそういうことが起こるということなんですよ。どうですか？はい、内閣官房長官。歴史を今教えていただいたということでございます。歴史に学ぶことは多いと思います。どのようにして学ばれるんですか？はい、官房長官。もちろん、様々な観点から、それは、それぞれの個人の能力に応じて学んでいくものだと思います。丸山君。この、中国漁船の釈放問題について再度調査していただきたい。どうですか？はい、藤村官房長官。この件につきましては、冒頭も申しましたとおり、何か政治判断があったということはないと、このような事実であったと私も今考えておりますので、改めての調査は必要ないと思います。はい、丸山和也君。時間の関係で自民大臣にお聞きしたいと思います。自民大臣、金融 ADR の現状はどのようになっておりますでしょうか。特に為替デリバティブの処理に関してお聞きしたいと思います。OK、中塚内閣府副大臣。丸山委員には参議院の法務委員会に引き続きこの件でお尋ねをいただいております。為替デリバティブの被害の実態についてということでありますけれども、金融庁のホームページに記載をしております為替デリバティブのですね、契約数のうち ADR に苦情が寄せられている件数ということをお尋ねだと思います。それで私どもホームページに記載をしておるのはですね、その年ごとの苦情の申し立てということでありまして、で、中小企業向けの為替デリバティブ取引にかかるですね、全銀協全体への相談苦情及び斡旋申し立て件数については、対応はしておらないということなんでありますけれども、全銀協に苦情が寄せられた年度ごとの件数という意味ではですね、16年から19年までは2桁で、ありますが、21年、22年と見桁、23年では相談が4桁、斡旋が666件ということになっております。はい。これらのですね、現在の機能のあり方について問題はどこが問題だと思われてますか？はい、金融大臣自民、正三郎君。丸山議員ですね、弁護士さんでございまして、まさにですね、ADR につきましても、ご専門家でございますが、ADR の、中立性というのですね、いろいろ、言われて、正常言われているのは、私も、そこにしていますが、ご指摘のとおりですね、法令によって、ご存じのように、斡旋委員は、
この法令に基づきまして、当社である銀行からの役務提供による収入を得ていないことが、まあ、条件と、まあ、ご存知にもなっておりまして、またこれに加えて、金融 ADR 制度においては、紛争当事者と利害関係者、まあ、ご存知の親族ですね、まあ、親族多いわけでございますけれども、を有する、紛争解決義務を排除するための措置を創じ、また、行政庁でございます、行政庁は金融 ADR の指定監督をですね、この、行っていることにより、まあ、金融 ADR のですね、公正、中立が、ね、確保することとしております。まあ、金融庁といたしましてはですね、金融 ADR が広く国民から信頼されるものとなるよう、今後ともですね、制度をしっかりですね、まあ、監督していきたいというふうに思っております。はい、丸山君。監督強化する方向で考えておられるんですか、それとも、むしろ、ADR に対してあんまり監督を緩めていくっていうようなことなんですかね。そこが今ちょっと問題になってるんですけど。自民、金融大臣。まあ先生、ご存知の ADR ですね。もう先生に主観に説法でございますが、まあ裁判所外のですね、まあいろんな話し合いでございます。当事者間の了解、まあ時間が早いと、あるいは裁判訴訟費用もいらないというふうな点もございますが、やはり公正ということはですね、非常に大事でございますので、まあ、しっかりですね、そこら辺は注視してまいりたいというふうに、先生の、まあ公正でないというふうなですね、ご意見があるということもお聞きいたしておりますが、やはりですね、これはしっかりですね、この、なんて言いますか、弁護士さん、まあ私も弁護士さんに頼んだことございますが、まあ、いつも頼んでる弁護士さんは、お客さんよりたくさん頼む弁護士さんに有利に働くんじゃないかという噂も聞いたことあります。それはもう絶対ですね、法律であってはならないことでございますから、まあそういったことも含めてですね、しかし人のようでございますから、しっかりですね、そういったことを含めて監督してまいりたいというふうに思っております。森山克也君。アッセン案というのが出るんですけど、特別調停案というのが一回も出せないというのはどういうことですか。自民金融大臣。先生、まあ、私も行政の長でございますから、まあ、こういった席でですね、個別の検査に関する事項については、まあ、基本的にはですね、コメントを差し控えたいと思っておりますが、それ一般論としてね、申し上げれば、金融 ADR ですね、この、紛争、指定紛争解決機関に対する検査においては、まあ、先生ご指摘の通りですね、業界側に立つことではなく、まあ、公正、中立な立場でですね、適切な、まあ、対応が行われているか、また法令に基づいてですね、苦情処理手続き、紛争解決手続き等適切なことための、まあ、体制が、まあ、整備されているかということについてですね、まあ、しっかり、金融庁としても、まあ、ですね、検証させていただいているところでございます。はい。丸山委員が聞いたことに答えさせて、ちゃんと直接きちっと答えて。それではまず中塚総務副大臣。金融副大臣。もう先生弁護士でいらっしゃるので、ADR のことをよくご存知だと思います。これまさにですね、両者の話し合いの中で、解決方策が決まっていくわけで、ございます。さらに申し上げますとですね、金融業界といたしましても、本業以外のことで、倒産を、相手方のですね、その借り手の中小企業なんかが、倒産をしてしまいますと、これは金融機関にとってもですね、いいことばかりではないといいますか、損失を被るということになるわけで、あります。そういった問題意識のもとにですね、金融機関も ADR に臨んでいるということでありまして、そのようなことが今、先生がお尋ねになられた、結果に関連をしているのではないか、このように思っております。森山君、僕が聞いたのはね、アッセン案は出るんだけども、アッセン案は銀行側がですね、拒否した場合に特別調停案というのは出ない、いつも出してないんですよ。どうして出さないんですか。はい。長塚金融担当副大臣。
斡旋案が出ましてですね、で、その後特別調停案というのが出てないということでありますけれども、おそらく本当にそれは個別ケースバイケースなんだと思います。で、斡旋案ということで、まあ、ちゃんとですね、ADR 協議が相整う場合もあれば、でそうでなく裁判の方に持ち込まれる場合もあると、そういうふうに伺っておりまして、調停案が出てないということそのものの、お答えにはなってないかもしれないんですけれども、斡旋が整った場合と、それと斡旋が整わなかった場合については、その特別調停というのもありうれば、あと裁判にそのまま持ち込まれるということもあると、そういうふうに承知いたしております。じゃあ、なぜ特別調停、一件もですよ、出さない。それはやっぱり銀行側に対するプレッシャーになるから遠慮してるんじゃないですかって聞いてる。はい。自民金融大臣。特別斡旋案がですね、先生ご専門でございますけど、出されますと、金融機関がですね、要するに裁判になる、訴訟することになる可能性がございますので、これまた利用者の方々の、負担にもなるわけでございますから、そういった事情もですね、影響してるんじゃないかというふうに思っております。丸山君、委員長、そうじゃなくて、ADR も出さないという機能をですね、自ら発揮しないことはどうしてですかという怠慢じゃないですかと言ってるんです。はい、自民金融大臣。それは個々のですね、ADR のご判断だと思っております。個々かもしれないけど、言っても出してないというのは怠慢ということじゃないですか。どうですか。はい、自民金融大臣。怠慢というよりもですね、私は職務をきちっとやっておられて、やっておられるんだというふうに私は思っております。はい、丸山君。特別調停案出してくれという申し立てがいっぱい言っても出さないんですよ。それだからどうしてかって聞いたんです。はい、自民担当大臣。今さっき副大臣も申されましたように、これADR、お互いに納得しないところも当然裁判に持っていってもいいわけでございますから、そういった意味でですね、今さっき副総理も申しましたけども、副大臣も申し上げましたけども、訴訟になる可能性もあるからですね、そういったことをここの同時に ADR がご判断をしているということだというふうに思っております。違います、ね、違うんです。それじゃあちょっとその金融大臣と金融副大臣にちょっと打ち合わせしてください。はい、議事はこのまま進めます。ほんの暫時お待ちください。ちょっと、ジミさん。いいか。はい。それじゃあ中塚金融担当副大臣。重ねてのお答えになりますが、一般論としてですね、ADR ですから、和解というのは、当事者間の話し合いによって、決まると、合意に基づき成立をするということで、あります。で、それは、おのおのが、一定の譲歩をした上で、話し合いというのは相整うということでありまして、今、ご指摘がございました、斡旋はあるけれども、特別調停までは至らないということについては、それは、個別にですね、ケースバイケースの事情が存在をしておるというふうに思っております。はい。例えばね、数億円の損害が出てですね、何としてもですね、ADR 持ってこんだと。それとね、ADR の方はですね、ざっとランチが五分五分にしましょうと、フィフティフィティだというようなこう案を出すんですよ、斡旋を。とんでもないと、こんな悪質な説明もしないで、為替デリバティブをですね、やる必要もない企業に売り込んでおきながらですね、ひどいじゃないかと。主力の愛さんにと。ほいで、どん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 円高でですね、損害膨らんでると。だから、これはもうちょっと銀行側は責任取ってくださいよということで、特別、調停案を出してくれと言うわけですよ。するとね、出さないんですよ。出さないことは決裂。どういうことですか、これは。はい、それじゃあ、自民金融大臣。
しかしながらですね、それらの高い割合で、まあ、和解が成立する、理由についてはですね、逆に、まあ、一般論としては、和解とは、まあ、当領事者間、まあ、当然、両方、双方、おられるわけでございますから、合意に基づき成立するもので、まあ、それぞれの一定の情報のですね、元に行われることは当然、まあ、これがないと、そのもう、自分が絶対 120% 正しいっていう、どちらが言い張ればですね、これはもう、訴訟にならざるを得ないわけでございますから、そういったことですね、法の事案ケースごとに、ケースバイケース、事情が異なってですね、結果としてそういう結果になっているんだというふうに私は思っております。丸山和也君。金融機関がね、公的資金を返済のためにね、どんどん売らせてるんですよ。それをですね、やっぱり被害者は、ほとんど中小企業ですよ。大手銀行ですよ、相手は。それを救済するための措置なんですからね。やはりですね、もうちょっと、ちゃんとですね、指導力を発揮していただきたいということを大臣にお願いしといてですね、私の質問を終わります。はい、以上で丸山和也君の質疑は終了いたしました。